おー、つからは味覚。すげえ。超伊達天体ダンバイン、こちらで行きたいと思います。残り34、3よ。あー、恐ろしい。いやー、これはちょっといかー。何バイン出ました？481バイン。いけそうですか？弱いです。弱い。おー、おー、いた。富井さんすごい。3回目。3回目です。すごいな。やっぱり3回目なんで、ここは1万発を、そうですね、超えていきたい。超えたいですね、という。僕はまだ最初のラッシュ以降、なかなかラッシュに入れれていませんけど。5000発いきました。あ、早いですね、やはり。よし。おお。赤チャンス。あ、赤いぞ。赤保留。さあ、赤保留は今日初めて来たぜ。あ、私のいだ。あ、黄色。あ、キリン柄。あ、つい赤保留からキリン柄。これキリンの連来たら激アツやないか。キリン連、あ、まあまあ、いや、ここはちょっと当たるかもよ。いや、ここは当てんといかんでしょう。あ、連撃チャレンジマカだ。よかったよかった。いける。いやー、長かったな。まだ当たっとらんけど。いや、さすがにこれ外れたらちょっとへこむな。お願いしますよ。ダンバインのキリン柄ってなかなか出ないですからね。バーバーバーと見せかけて、さあこれ発展ならビルバイン、ビルバインの決戦ですね。はい、来ましたよ。あ、ダンバインか。おお、頼む頼む、ここは当たってくれ。これがもう時間がない。頼む。よし、
高いぞ。当たりました。いやー間に合った。あとはダンバインラッシュに入るかどうか。頼むよ。初当たりは3回目。50% を超えてくれ。お願いお願い。オーラボーナス。よし、いったー。よし、いったー。ちょっとね、先ほどはまさかの駆け抜けでしたので、ちょっとお待たせしましたけれども、ここからナイクの源さん超伊達天に負けないっていうところをお見せしますよ。ダンバインラッシュ、よし。おっしゃー、イエース。さあ行きますよ。よっしゃ。いやさあ、なんとか私チータも、2回目のラッシュ入ってますけれども、まさかの駆け抜けはもうないでしょう。いやでもね、トミーさん今日立ち上がりお互い早い当たりで、共にラッシュスタートでいいスタートになったかなと思いきやですよ、ね、終わったんですけど、またこうやって終盤に、ね、同じタイミングでラッシュをそうです、ね、消化できてるっていうのはいいですね。いいですね。ちょっとここは今日一の見せ場。いやそうですよ、そうですよ、もうしょぼい出玉じゃ終わらせません。あ、当たった。ちょっと待って。頼むよ。はあ、そんな外れる。なんかもう発展したら結構当たるイメージですけどね、ダンバインラッシュ中。頼む。演出が全然弱いもんな。そんな連続が、あ、さすがにこれは当たるでしょう。あ、7点。ヒヤッとしましたけど、ヒヤッとしましたけど、ありがとうございます。さあ、しかもここ7ですからね。さあ、ちょっとね、2回連続の駆け抜けになるかもとヒヤッとしましたが、ここは12ラウンドゲットでございます。いや本当にね、ダンバインをまだ打ったことない、見たことないっていう方に、まあ、どれだけねスピード感のある ST なのかっていうのをお伝えしたいので、とくとご覧ください。さあ、まずはこれでラッシュ2、最初の当たりが終了。12ラウンド4回目のファイナルジャッジ入ります。あ、ピンチじゃないですか。3度しのいだやろうが、4回目がなんだい。あれやばい、やばい感じですか。はい、サクッと当たります。あら、やー、何万発ですか。12,800です。あ、まあまあ、でもまあまあまあ、なんとか1万発超えてたんですね。はい、いや、お見事です。しっかり1万発超えて、とりあえずは、まあすごいよ、この間3万発超えて今日1万発超えてるんですから、はい、素晴らしい。果たして超伊達天に対してこのダンバインラッシュがどれほどすごいのか、ね、お見せしましょう。いや、なかなかこれだけ早い消化の台ってなかったですからね。でリーチというリーチじゃないですもんね。パッと図柄が揃って大当たりに入るんで、それだけに何もないと早いよ。80回転はもう53回転。そうそうなんです。いきましょう。大丈夫でしょう。あれ、うわ、なんか
なんか違うと見せかけて、サクッとね、引っ張られないんでスーパーリーチとかで。これで4連目ですかね。ただ4ラウンドごとにラッシュ1と加算されるので、もうすでにこれでラッシュ6という風になってますね。12ラウンド引いてるので、ラッシュ中の振り分けは 50% が4ラウンドで、8ラウンドが 35% あります。で12ラウンドが 15% なので、12ラウンドと8ラウンドが合わせて 50%、 ここをいかに引けるかですね。大量出玉につながるかどうかは。はい、簡単。はい、簡単。早いですね、これはまた。8ラウンドですね。まあ4ラウンドの振り分けが 50% って言ったら、まあまあ4ラウンドが多く見えるんですけど、まあ、逆に 50% で8ラウンドか12ラウンド取れると思えば、この継続率ですからね、8ラウンド12ラウンド偏ったらすごい出玉になりますよ。さあ、もうダンバインラッシュ始まってますよ。ダンバインラッシュって出た時にはもう始まってますからね。おーい、当たりです。あ、当たりです、当たりです。びっくりした。4ラウンドでは、ダンバインラッシュ中は青津柄が4ラウンド、3が8ラウンド、7が12ラウンドという感じで、まあ図柄でもこうラウンド示唆しているので、まあセグ見なくてもね、分かりやすいっていうところがありますね。ラッシュを見ると、ちょっと何とか超えてほしいですね。いや、超え2000発、超えますよ。 92% ですから。これダンバインって、トミさん、アニメご覧になられたことあります？いやー、ないですね。いや、僕もね、ダンバインってこのパチンコで初めて知ったんですよ。そうですね、さすがに。おー、ちょっと20、おー、おー、いきなり当たるんですもん。これ嬉しい、ね。あ、1983年から1年間ですね、約。名古屋テレビを制作局として、テレビ朝日系列で毎週土曜日夕方に、全49話が放送されたということで、1983年昭和58年からのアニメですね。私まだ3歳の時ですね、これ。あ、しかも名古屋テレビの制作、まあ、まあ知らなくて当然ですよね。意外と。じゃ古いんですね。古いですね。意外。おい、ああ、はい、よし、ね、すごかろう、ダンバインラッシュも。8ラウンド、いいっすね。はい、これで一気に5000発超えてきますんでね。いや、超イダテンの超限ラッシュを見た後だからそんな速いって思われてるかもしれないですけど、めちゃめちゃ速いですよ。この伊川谷近辺の方は、こういった機種が打てるお店が近くにあるっていうだけで羨ましい。うん、まあ本当ね、いつまで打てるかわからないですけど、設置期限は11月までですけど、もう潰れちゃえばおしまいっていう。はい、当たりました。こういうの気持ちいいですよね。さあ、連続の8ラウンドでも、ダンバインもどちらかというと後から火がついたタイプの機種で、出ていきなりね、こう話題の最新体みたいな感じでドーン行ったわけじゃないんですよね。これがダンバインかっていうのは。これも確か最初これをメインで売ってたような機械じゃなかったと思うんで、そんな話題にならなかったですもんね。ところがどっこい、なんかのついでに買ってくれみたいな感じの内容だったを なんとなく覚えてます。よくあるやつですね。当時私まだ店長をやったです。森口の店長やってた時なんで、でメーカーさんがこれはマジ言っといてくれって言われて、はい、まあ、騙された感じで確か10台買いました。まあ、サミーさんなんで、もちろん強いコンテンツこの他にいっぱいありますもんね。はい、どうしたらあれほんまにええやんという話で。これはだってプレイヤーにとってもお店にとってもいい台ですよ。はい、これ終わるのかな、ダンバインラッシュ。うわ、うわお、この速さ、しかも7、12ラウンド、すごい。
この速さで1回の大当たりの出玉が超威打点を上回っているので魅力的なんですよ。はい、はい、いや全然ゲンさんよりゲンさんに負けてないと思いますけどね。さあここ4ラウンドですけど、もうこれで8000発ですよ、出玉の方は。おーすごい、1万発オーバーとなります。素晴らしい。割と12ラウンドも引けてます。いやでも正直この深夜の収録、そこを3時間前後で当てて1万発出すってなかなかですよ。なかなかですよ。確かにこの間みたいに一生懸命こう手入れをして、それはねラッシュを見せないと話にならないんでしょうがない時もありますけど、それでも手入れでもラッシュに入れて1万発出すって簡単じゃないと思うんですよね。はい、終わらんな。おい、いや終わらないですって。トミさんすいません。はい、即当たりってたらもう1万5000発です。おお赤保留。おおすごい、すごいっすね。はい、もう次7が揃えば2万発です。一撃2万はまあまあで、おお。さあここは4ラウンドですけれども、これで1万9000ぐらいか。はあ、おお、力は2角。すげえ。いや2万発が決まったところで二角出ました。何が二角だよってね、パチンコ打ってるのに。あの2万発確定の二角です。なるほど、ミリエル確定もいいけど2万発確定も一応二角ですもんね。すごいとか言ってギリギリ届かないんですよね、8ラウンドなんて。あ、届かんか。次の当たりか、次の当たりで 2万発確定になりますね。いや、さあ19955発ということで、さあ次のあたりで一撃2万発オーバーが確定します。一撃2万発オーバーが確定するということは、そうです、次のあたりが楽しみですね。当たれ、はい、お2万発オーバー確定で2角。すげえ。2万発オーバー確定、いやすごいでしょ。ダンバインも超威打点に負けてないですよ。気持ちいいですね。はあ、やっぱりすごいな。すごいですよ。はい、すごい。いややっぱ打ちたいな。打ちたいですね。なかなか置いてないけど打ちたいな。ちょっと P ワールドで調べてみよう、設置店舗どれくらいあるのか。ダンバイン、ダンバイン528店舗設置ですね。あ、少ないですよね。528店舗ってことは、5% ぐらいですね、全国の設置、あ、パチンコ店の。よう、あのこんなこと言うのもなんなんですけど、よう持ってましたね、キコーナさん。いやこれそうですよ。イカダニ店さん、よう持っとったな。いや本当にすごい。まずい。一撃2万発超えれたので良かったですけど、さあ残りはこれで10回転。まあもちろんダンバインラッシュに入ると約 92% の継続率で、まあこのスピード感、そしてこの出玉力っていうところも魅力なんですけれども、通常時 50% のラッシュが取れずに時短に行ったとしてもですよ、その時短が50回転ついてきて、時短中に引き戻せば必ずこのダンバインラッシュに行きますので、初当たりの 50% を取らないとダンバインラッシュに入らないというわけではないところがまたいいところなんですよね。さあ1回目は単発終了と、残念なラッシュ、完全に今締めに入ってました。
いやー最初のラッシュは残念ながら3発ツイロでしたが、2回目見事に2万発オーバーと言おうとしたら、すげえ最後に当たってたってこと。これ今のなかなかないですよね、あのタイミング。あるんだな。はあ、いやラスト5回転持ってるな。いやいや初めて見ました。すごいですね、こんなはでラスト1回転ってことですよね。いいですよこれは、はい、間違いなかったっす。はあ、終了画面と思いきや刺さるっていう、これはなかなか見れんでしょう。こっからあと2万発出たらすごいけどね。わからないダインバイラッシュがまだまだちょっとね終わる気配なく、すでにアタックかける25,584ということで一撃25,000発オーバー、まあ、今回は大工の原産超イダテンとこのダンバインですね、どっちが果たして爆発力瞬発力があるのかっていうね、お互いラッシュに入れて検証してみようみたいなノリでやりましたけども、まあ超イダテンでも一撃25,000発はなかなか簡単じゃないと思いますし、改めてこのダンバインの凄さっていうのを感じましたね。今ラッシュ60ってなってますけど、もう見ていただいたら分かる通り消化スピードもかなり速いラッシュですから、時間もね今25,000発これ1時間ぐらいで出てますということですね。でちょっとねここにたどり着くまでにやっぱりこう通常ゲームのハマりとかラッシュ1つ入のあたりとかあったので、だいぶこう深夜にしては時間を食いすぎまして、なんとラッシュ中にしてタイムアップの時間が近づいてきましたので、まあ、次の大当たりで、終了したいと思います。はい、というわけで今日はここまで、実際打ち続けたらどこまで続くか見てみたいんですけどね、ただやっぱり朝からのお店の営業もありますし、ちょっとねこの後またいろいろと我々がいる以上店舗の方も帰るわけ帰るわけにはいかないし、我々もねちょっと次の仕事があるので非常に残念ですけれども、ダンバインラッシュこの61ラッシュ目で終了にしたいと思います。すごいですよね。すごいです。実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーダンバインびっくりしました。もうこのまま回転の時間迎えてしまうんじゃないかっていうのは言い過ぎですけど、本当に終わる気配しなかったですね。79回転で大技引き戻した、あれがもう強烈でしたね。あんなの味わったらもう明日の朝からもうすぐにでも、明日っていうかもう今日ですけど、うち、ね、に行きたくなりますよね。なりますね。はい、というわけで今回ですね、大工の原産超イダテンと、319分の1のダンバインで、どっちがこう出せるかみたいな対決したんですけれども、まあ、前回超イダテンのトミーさんすごかったですけど、はい、まあ、今回私ダンバインの方で、まあ、26,000発オーバーということでね、非常に大きな出玉を作れて、まあ、今回勝負っていう面ではダンバインの方が1枚上手だったということですかね。はい、まあ、もちろん大工の源さん超イダテンは今人気機種で全国いろんなホールで打つことできますけれども、ダンバインの方はですね打てるお店がだいぶ少なくなっておりますが、はい、ご紹介した通りこちら気候内川谷店さんにはまだ設置の方がありますので、お近くの方もし見ていらっしゃったらぜひですね一度お店の方も覗いていただいてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。現場員、まさに現場員でしたね。現場員でしたね、はい、もうあのタッグはすごいです。すごいです。しかもそれが同じコーナーにあるっていう川谷店さん、やっぱ面白い機種並んでますよ。ぜひねあのパチンコファンの方だけじゃなくてスロットファンの方もですね、パチンコ今面白い機種たくさんありますので、ちょっとそちらにも興味を持っていただいたらなと思いました。さあそして、オープニングでも申し上げました通り、9月19日から9月25日までの1週間ですね、こちら気候内川谷店さんではファンカン
やりますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。豪華賞品が当たるチャンスとなっておりますので、期間がですね約1週間と、長めに設置してありますので、9月19日から9月25日までの1週間、こちら貴公な伊川谷店さんでは、ファン感謝デー開催となっておりますので、そちらの方もぜひ注目してみてください。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。